この動画をご覧いただきありがとうございます。この動画ではダンスダンスレボリューションの謎についてご紹介していきます。謎と言いつつただの豆知識のようなものもありますが、たま温かく見守っていただけたら幸いです。内容については作成時のものになっておりますのでご注意ください。ご協力いただきました不明サイト様を概要欄に掲載しておりますので、よろしければぜひそちらもご覧くださいませ。それでは早速行ってみましょう。 First stage DDR スーパーノヴァフォルガにあるゴージャス2012という曲は週4、楽3という難易度の逆転連勝が起きています。DDR 2010参加道中、ピーマニと UMU のコラボが行われ、約20曲のご当地アイドルソングが DDR、リビート、リフレクビートに収録されました。中には結構アレなものもあり、大好評という感じではありませんでしたが、ミドルテンポのものが多く、譜面は結構面白いという意見が多くありました。半券曲であるためか、一部を除き後日削除されてしまったのです。ヒイラギ・ユーのターミネーションは DDRS の時代に復活を遂げました。おそらくヒイラギ・ユーがコナミオリジナル曲を歌唱することになったので、それに絡めて復活をさせたのではないかと思われます。しかし謎だったのは、収録された DDR 2013ホルダではなく、当時の現行バージョンの DDRS ホルダだったことです。譜面も変わっていない純粋な復活曲であるにもかかわらず、新曲扱いで復活した理由は未だに分かっていません。
後ヒイラギリオは多くの DDR 曲を歌っていくことになります。 UMU とのコラボがこのような方向に進むとは思いませんでした。なお2013年の UMU でグランプリを獲得した茨城県の水戸のご当地アイドルカッポカル君は颯太とクロが新曲を書き下ろしており、この2曲は2024年2月現在遊ぶことが可能です。とにかくテンポが速い愛知のどんどん、歌詞に合わせた回転配置が面白い神奈川の川崎純情音頭、サフランと三連符が印象に残る大阪の A2Z など、いつかの機会があったら遊んでみたいですね。過去にどのような曲が収録されていたかを知りたい人は概要欄をご確認ください。ファイナルステージ近況太鼓とダンスダンスレボリューション20th anniversary モデルですが、生産時期によって微妙な違いが存在します。その中でもとりわけ影響が大きいと思われるのが三次出荷と呼ばれる筐体です。この筐体はなぜか判定位置が異なっています。まずは画像をご覧ください。すごく微細な違いなのですが、マーベラスの出る位置が若干異なり、三次出荷筐体は他の筐体よりもマーベラス位置が下にあります。なので普段別筐体で踏んでいる人で目押しを重視しているプレイヤーは普段よりやや下を意識しないとパーフェクトを連発することになります。私も初めて踏んだ時は目を疑うようなパーフェクト数となり本当に驚きました。なおハイスピードを上げれば上げるほどマーベラス位置のズレは顕著になっていきますので、ハイスピードを落とすことで若干違和感を抑えることもできなくはないです。しかしこれに慣れてしまうと今度は普段の筐体で判定位置を見失うといった事態になることも考えられます。お通しプレイヤーであれば順応できてしまう可能性もありますが、もしも普段よりもパーフェクト数が多いと感じたら CR ナンバーを確認してみてください。おそらく200番台がこの3次出荷に当たると思われます。ゲームセンターによっては3次出荷だけ待ち列を別にしていたりと、この判定位置の違いが大きな問題として捉えられていることが伺えます。ちなみに4次出荷と呼ばれる次のロットではこの問題は起きておらず、謎は深まるばかりです。エクストラステージビートマニア 2DX からの移植曲桜は DDR エクストリームの隠し鬼コースリベンジニューリベンジで初登場しました。その際は鬼譜面しか遊べず、後日落葉劇が遊べるようになりました。現在の難易度表記では4と鬼が同じ11となっているのですが、一つ不思議な点があります。左が4、右が鬼のラストなのですが、4の方が難しくなっています。 DDR MAX2 から実装された鬼コースでは、いかにプレイヤーのライフを削るかを意識した譜面が多く見られます。そのためライフを削る目的を持つ鬼譜面のラストが4譜面より簡単というのはかなり謎でした。コースの鳥なので最後の最後くらいは優しくしてあげようというスタッフの温情があったのかもしれません。4と鬼を比較してみると、鬼譜面の方が8分が絡んでいるため、最後以外は鬼譜面の方が難しいのは間違いなさそうです。Thank you for playing. DDR の謎、いかがだったでしょうか。 DDR は1998年稼働で非常に息の長いゲームなので、たくさんの謎やエピソードがあって面白いですね。あなたが知っている DDR の謎などがありましたら、ぜひともコメント欄にて教えてくださいね。現在 DDR はゲームセンターだけではなくパソコンでも遊べるようになっております。
がないという方も遊びやすくなっていますので、興味がある方はぜひとも概要欄をご確認ください。他にも DDR に関する動画をアップしておりますので、よろしければぜひそちらも楽しんでいただければと思います。この動画が楽しかったら、ぜひともチャンネル登録や高評価ボタンをよろしくお願いいたします。励みになります。それでは次の動画でまたお会いしましょう。ご覧いただきありがとうございました。